一ノ瀬ですけど、信長がお茶人さんをおもてなしした時のあれなんです。調味料も限られていますし、文献だけでは分からない部分がありました。まあ、それを調べてこんな風じゃないかなというので作ったものもあります。巻きスルメ、切り口が信長さんの家紋のようということで頻繁に料理に出てきます。これが鮎のなれ寿司です。塩した鮎のお腹に炊きたてのご飯を詰めて発酵させた寿司ですけど、ナスのシギ焼きですけど、まあ、あの文献ではシギツボと書いてあります。今はシギはおりませんので鴨肉で代用をしてあります。文献には柿入りと書いてあります。タイの身で作りましたかまぼこです。こっちがフノコグシ風を味噌ダレで焼いてあります。500年前に戻った、まあ、だいぶ気分で召し上がっていただきたいと思います。